近畿日本鉄道近畿日本鉄道の車両形式、ラビットカーは、近畿日本鉄道の近鉄南大阪線などで運転されていた通勤車両に付けられた愛称のことである。日本で初めての高架減速車両でもある。近鉄が特定の車両形式に対して初めて名付けた愛称であり、競技には 6800系を指すが、具体的には復刻ラビットカーを別とすると、以下の3形式から構成される。ラビットカーとの愛称名は、旧型車で運行される急行や、準急のダイヤの間を高加速、高減速で縫って走る姿がウサギを連想させるために名付けられたものである。運用開始直後の1957年11月1日のダイヤ変更で、ラビットカーの運用を限定運用で設定し、主に各駅停車で運用していたが、運用の都合で急行、準急として使用されることもあった。増備で両数が多くなった頃には、大阪阿部野橋河内長野間の急行、準急での運用にも多く入るようになり、一部は五所線や南大阪線の東部区間である古市橿原、神宮駅間の急行、準急などの運用にも入ることがあった。しかし後にラビットカー限定運用は廃止され、マルーン塗装開港の時代には、吉野線や道明寺線にも充当され、他の形式との混結もなされるようになった。日本で初めての高架減速車両であったことから、阪神初代5001型などのジェットカーが登場するまでの1年間は、ラビットカーが日本一機動加速度、減速度の高い車両だった。近鉄が特定の車両形式に対して愛称を付けたのはこれは初めてのことである。ただし、ビスタカーや L、C カーなどとは異なり、この愛称は2017年現在、登録商標とはなっていない。詳細は各形式の記事を参照。ラビットカーが就役したのは1957年であるが、2年後の1959年に就役した名古屋専用、近鉄1600系も高架減速車ではないものの、登場時には近鉄車内で名古屋ラビットと呼ばれていた。1600系の車内電算記号が R であったのは、この名古屋ラビットに由来している。近鉄600系606回近鉄6020系6051回養老鉄道の復刻ラビットカーに付けられたラビットマーク登場時はオレンジバーミリオンに 100mm 幅白帯の塗装であったが、1968年から塗装工程簡略化のためにマルーン一式となり、1980年代後半には、マルーンレッドとシルキーホワイトの塗装となった。サ6150系以外には、車体側面にウサギをモチーフにしたラビットマークが取り付けられていたが、マルーン一式への塗装変更の際に取り外された。しかし、1987年のデビュー30周年記念、2009年の養老線、2012年の吉野線開業100周年記念で、登場時の塗装とラビットマークが復元された。1987年の復元の際は一次車のも6851に原型とは異なるステンレス無塗装のものを、2009年の養老鉄道と2012年の近鉄での復刻ラビットカーでは原型には存在していなかった銀の転写式のもので復元している。ラビットカーの車両色は当時近鉄の車両部に在籍していた近藤恒夫が考案したものである。なお、翌1958年に新造された特急車の10000系、ビスタカーや以降の特急車でもオレンジの塗装が採用されたが、これら特急車のオレンジの色調は、ラビットカーのオレンジバーミリオンとは異なるものである。ありがとうございます。